まだやってたのか。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものだし、何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらいだ。彼の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れるとは驚きだ。しかしペルソナを使うのは俺たち自身、それを活かせるかはあいつ次第だな。これはシャドウの反応。何？本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。こんな敵は今まで。まさか先月出たのと同じでかいやつか。間違いないだろう。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。他の3人を起こすぞ。お待たせしました。なんすか、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで町を壊されたりすれば矛盾が残る。あ、要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。またあんたは。明彦はここで理事長を待て。な、冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足手まといになる。なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。明彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう実戦をこなしてるんだ。くそ、任してください。俺マジやりますから。仕方ないな、現場の指揮を頼む。やっぱこいつかよ。頼むぞ、できるな。ああ、期待してるぞ。つうか、なんかお前このままリーダーが定位置になりそうだよな。まあ別にいいけど。なら3人は先行して出発だ。ミツルは準備がいるんだろう。ああ、駅前で落ち合おう。了解です。じゃあ行きますか。まだかな。すぐ来んだろ。今夜は満月か。なんか影時間に見ると不気味ね。なんだ。遅れてすまない。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え、線路を歩くってそれ危険なんじゃ。心配ない、影時間には機械は止まる。無論列車もだ、動くはずはない。いや、でもそのバイク。これは特別製だ。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし、では作戦開始だ。はい。うす、行ってくるす。うわ、高っ。なんかスースーする。はあ、何それ。
そこから約200メートル前方に停車しているモノレールがあるはずだ。乗客に被害を出すわけにはいかない。直ちに向かってくれ。特に敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。わかりました。へへ、腕が鳴るぜっつーか、ペルソナが鳴るぜ。じゃあ乗り込みますか。覗かないでよ。ヘイヘイ、覗かねえっつの。てか見えたらしょうがねえよ。順平、ここに埋めていこうか。これ人間つか乗客だよな、この象徴化ってやつ。やっぱ不気味っつか。でも普通の人らには今の時間ないことになってんのか。こんなになっちまってるとか知らねえ方が幸せ。あ、ちっくしょ、あかねえ。どうした、何があった。それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくれ。了解です。あのさ、静かだな。あれ、シャドウいねえじゃん。なんだよ、こっちはやる気になってんのに。なんか薄気味悪いね。出やがったな。ちょ、こら。待て、敵の行動が妙だ。嫌な予感がする。そんな、追っかけないと逃がしちまうっすよ。現場の指揮は君だ。この状況どう思う。私も同意見だ。迂闊に追うべきじゃないな。なんでだよ、いちいちお前の意見なんかいらねえよ。あんなん俺らで倒せんじゃん。てか俺一人だってやれるっつーの。こら、順平。危ない、後ろだ。ここはこれで。よし、敵がダウンした。来い。この機を逃すな、蹴散らすぞ。行こう。はぁ、逃げんな。見事だ。では探索に戻ろう。たく、早速的なペースじゃん。こうなっては仕方ない。とにかく君らもイオリを追ってくれ。このままでは格好撃破の的だ。
もう純平のやつ、自分からはぐれてどうすんの。反応では何両か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐに。邪魔だってのも。ここは来い。よし、敵がダウンした。バルキリー。よし、敵がダウンした。ペルソナ、今だ、一気に畳みかけるぞ。行こう。見事だ。では探索に戻ろう。純平どうしちゃったんだろう。何かあったのかな。急に向きになって、ま、本人に聞けばわかるか。とにかく急いで後を追わなきゃ。は、いた。やば、敵に囲まれてるじゃん。助けるよ。俺一人だって。行くよ。どうする。来い。よし、敵が倒した。バルキリー。よし、敵が倒した。よし、どうしたのよ。任せとけ。からのヘルメット。今だ、やっちまおうぜ。さあ、行くぜ。見事だ。では、探索に戻ろう。言わんこっちゃない。一人で勝手するからよ。もうで、大丈夫。大丈夫に決まってんだろう。つか別に助けなんか。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。だよ、動かねんじゃなかったのかよ。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。らしいって、ちょっと大丈夫なんですか。おい、やばくね。まずい、このままスピードが落ちないと数分で一つ前の列車に追突する。追突？何なんですかそれ。いいか、落ち着いて聞くんだ。さっきから戦闘車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。行って倒し、列車を止めるんだ。くそ、何のアトラクションだよ。ったく。行くぞ。スパイドキか。
見てろよ俺の大活躍。敵がダウン。やめ調子だよりセッ今だやっちまおうぜ。これでも食らえ。見事だ。では探索に戻ろう。これほどの大物は初めてだな。時間がない。短期決戦で行くぞ。ここはこれだ。今なら負けない。やってやる。食らえ。この場面ならお願い。いいよ。
のヘルメット。ギリギリセーフか。おい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐには。おい、どうした。前の列車はすぐそこだぞ。こんなもんの運転なんてわかっかよ。止まった？止まってるみたい。おい、怪我はないか？一応大丈夫です。やば、私膝笑ってる。あー、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。無事らしいな。今回はバックアップが至らなかった。すまない、私の力不足だ。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てか、ブレーキよくわかったね。また助けてもらっちゃった。ありがとう。いや、もう何でも。つか、帰りなんか食ってかね。安心したら腹減っちったよ。俺だ。こちら現場だ。たった今全て片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、霧城君。いや、列車を乗ってられたと聞いた時は正直どうなるかと思ったけど、上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかし、シャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。うん、そう判断するのは早計かもしれないが、ま、とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ。君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物持ってない？は？というか、いくつきさん、今日なんだか疲れてませんか？まさか表に止めてあった自転車。明日、いや、明後日あたり筋肉痛かな、こりゃ。